夢ラジオ第2047回、今日は令和2年3月24日火曜日です。時刻は午前9時半、横浜港北、朝が来ました。空はブルースカイ、ただし春だからもやかかっていて、丹沢富士も見えますが、冬の頃のようなキリッとした輪郭ではもうない。平日だけど、まあ、春休みにも入っていて、街は静かです。とっても明るい朝、リスナーの皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、2047回目の夢ラジオ、今回は般若心経の五運取り上げます。般若心経の五運ですね。般若心経というのは日本人にも非常に親しみ深いお経で、聞いたことあるって人多いし、あるいはリスナーの皆さんで唱えられるって人もいらっしゃるかもしれませんね。仏説摩訶般若波羅蜜多心経って始まるやつですね。観自在菩薩行深般若波羅蜜多自性見五蕴皆空同一切空役者利子式不異空空不異式式即是空空即是式重層行式薬不如是者利子是性法空相風相風滅風空風上風増風減是空空宇宙無意識無重創業式無限に微絶身に無意識症候未速報とこう続いていくやつです。これ以上なんかやると最後までいきそうですね。実はこの般若心経っていうのは、まあ奥深い教えで、でこの般若心経、短いお経でも全部お話できませんので、全然ですから今回はこの中の五運というのを取り上げますね。で、五運というのはさっきちょっとお唱えした般若心経の中の色即是空空即是色、そして重層行色薬不如是という、ここですね。ここが五運となります。で、般若心経に限らず仏教思想、あれも仏教そのものに興味あるんだったら、この五運という言葉は知っておきましょう。色受想行識、これですね。色受想行識と。そして今回のこのお話で、ぜひリスナーの皆さんに、まあ知っていただきたいのは、この仏教においてはこの色受想行識こそが私たちですと言ってるんですね。私たちは誰か、人とは誰か、あるいは自分とは何かと言われた場合、はい、それは色受想行識の五運ですというふうにこう答える。これが仏教の基本となります。で、運というのはもう最近使わない言葉ですけど、構成要素ぐらいに思っておけばいいと思います。だから私たちを形作る5つの構成要素、それが色受想行識ですよと。で、まあ分かりやすく言うと、色これは体、受これは感覚器官、想これは感覚器官というか感覚ですね。受はね。で、想これはイメージとか表象、なんかぼやっと思い描くもの。行これは意思、何々したいとか何々するぞ。で、識認識ですね。思うとか認めるとか分かるとか。このもう一回繰り返すと、身体、感覚、イメージ、意思、そして認識という、この5つで我々は構成されていて、これ以外ないと。そして、まあ大きく色、これが体で、あとの重層行識が、まあ何て言うんだろう、思いに関するもの、
こんなふうな大雑把な分け方なされます。ですからこの般若心経においても、まず色、身体において色、風、意、空、空、風、意、色、そして色即是空、空即是色の後に十相行色、薬部仁王是というふうにこう続く。つまり十相行色の思いの方もそうですよと。それで色、身体とは何ですかって言われたら、身体は空だし、身体は空と異ならないし、身体は空ですよと。まあ、空をとりあえず空っぽというふうに言っておきますと、我々の身体というのは実体持たない。我々の身体は実体持たない。そして薬部仁王是なわけですから、十相行色も同じと。イメージや感覚、イメージ、意思、認識の方ももう空っぽなんですよと。ですからはっきり確認しておきましょう。あなたは誰だと言われた時、色十相行色、じゃあその色十相行色とは何だと言われたら、実体を持たない空である。だよく仏教のお話の中で、私はいないとかね、私は何者でもない、私は実体がない、ここに私はいないとかって、こういう言い方をよくするんですけど、まあこの般若心経なんかはそれを表しております。でその般若心経、その後生まれることも滅することもない、汚くもなければ、綺麗でもない、増えもしなければ減りもしないと。そして無色無住相行色ですから体ない、で住相行色もない、無限に微絶身にだから目も耳も鼻も舌も体も意思もない。でそこからね、その目だか耳だかから、受け取る無色証拠味触法だから、色も声も香りも味も触りも、あと法もないと。この場合の法というのは法律という意味ではなくて、なんて言うんでしょうか、心に思うものぐらいに思っておけばいいですね。この法はね、民法とかああいう法ではありません。でそういうものもないよと。でつまりさっき、つまり私たちの言は空ですよと、空ですよと。そして、現に微絶身に、じゃ目だか耳だかという、あれもないよと。でそこから派生する、色とか声とかもないよっていうふうに言ってるわけですね。ですから、この般若心経で、仏教のエッセンス詰まってるとよく言われますが、まあ、ここから言えるのは、実体ありませんと。ね。主体に実体ありません。いや、主体がない。どうですか？この夢ラジオでこれまで、まあ、いくつもご紹介してきた西洋哲学における色覚二元、または色覚分離。まず主体がガーンと立ってね、我をもう故に我ありでしょ。でそこからその我に属さない客体をですね、いかに認識するかとか、あるいは私の存在理由はとか、あるいは私と他者との関係はとか、なんとかがずっと近代西洋哲学のテーマだったんですけど、どうですか、その近代西洋哲学で、まあ自明のものとされたこの私いる、ここに体あるっていうのがですね、もう仏教哲学においてはもうはるか前に、2500年前にそんなもありまへんと。ね。主体って何やと。主体なんかないよと。ですから、仏教哲学においてはもう最初の最初からですね、主体ない。だから主体がないから、色覚の分離とか、色覚二元とか、ああいう話も出てこない。そしてこの色覚二元、色覚分離こそ西洋哲学が近代において最終的に行き詰まった原因だったでしょ。ですからまあこの仏教哲学と西洋哲学のもう幅の広さの違いというのは全く明白で、もう次元が違う。私にはそう見えますね。西洋哲学は子供騙しですよ。遊びだと言ってもいい。本物はこっち。仏教哲学です。
まあ、ただし私が学部や大学院で、まあ、専攻したのが西洋哲学だったもので、たまたま。で、話しやすいので西洋哲学を、まあ、今までいろいろお話ししてきたということで、仏教哲学を、前にした場合、西洋哲学はもう完全に色あせてしまいます。これはね、ポストモダンも含めてね。主体は空なんだ。で、結局主体ってのは結局体で、この世ってまあ物質でできてて、体も物質なわけでしょ。だからこれ、この世は空っぽなんだっていう、まあ空の思想なわけですね、仏教というのは。そしてこの空の思想に立った場合、主体と客体の間の関係というのはどのようになるのか。まあ、ないもの同士なわけだから関係発生しないといえばそれまでだけど、とはいえですね、私たちが一歩街へ出ればですね、それは何ていうか、知り合いのおっちゃんが向こうから来るかもしれません。あるいは隣に住んでる男の子が「おはようございます」って言ってくるかもしれませんね。という感じで、まあ、ないんだといえばないのかもしれないんだけど、実際出たら目に入って、そして何かの関係即発生しますよね。で、それをね、その現実世界における、まあ自分と他者はまあとりあえずいるじゃないですか。やっぱり空っぽといくら言われたって。で、その関係をこの仏教の空または無、本当はこの空と無っていうのもきっちり考えないといけないんですよね。のその空無の、哲学からはどんなふうにこの自分と他者との関係をつなぎ合わせたらいいのか、あるいはここからどのような社会システム論を導き出せるのか、案外これはあまり考えられてない。空無、空無、この思想から一体現実世界での自分と他者っているはいるでしょ。やっぱりがっちりといくら空っぽと言われても、それはどういうふうに、なっていくべきものなのか、自と他の関係はね。そして社会システムとした場合、この空の思想で社会システムを作っていく場合、どういう社会をモデルとしていくのか、案外聞かれないですね、この話。今後、夢ラジオで掘り下げていきましょう。ゆくゆくは西洋の哲学をはるかに超える仏教哲学。しかし西洋哲学の手法ですよね。手法をも取り入れながら、まさに西洋哲学と仏教哲学とアウフヘーベンでもしてみたろか、この夢ラジオで。目標はどんどん大きくなりますね。夢ラジオ2047回、今回は般若心経の5音取り上げました。火曜日の朝始まりました。